戦の末、ネゲントロピーの重装戦術機構デウスを撃破したキアナたちは ME 社本部からの脱出に成功した。メイを取り戻すことはできたが、ウェンディは帰らぬ人となり、ブローニャも昏睡状態に陥っている。聖フレイヤ学園の技術をもってしても彼女を助けることはできなかった。ブローニャを救いたいテレサは聖フレイヤ学園の中央教会へ向かうことにした。その地下には天命組織最高のバイオ技術が眠っている。それは学園長ですら知らない機密事項であった。